毎度おきにこんにちは、社会のじさんジョニーでーす。よろしくお願いします。今回は野菜の収穫量ランキング最新データを紹介していきます。なお本日公開のデータは2022年6月に発行された日本国勢税より引用しています。野菜の項目は18項目もありますので、早速進めていきまーしょう。本日の野菜のデータは全て2020年のものとなります。まずは大根です。千葉、北海道、青森の順です。地海道、もりもり大ちゃん、それも覚えますか？なんだかね、よくわかりませんよね。地で千葉、移動で北海道、もりもりで青森、大ちゃんって誰ですかね。大ちゃんで大根を連想してください。去年の発表、2019年は北海道、千葉、青森の順だったんです。千葉が猛追していたんですけども、ここで1位になりましたね。次は人参です。北海道、千葉、徳島の順ですね。人参は去年と同じです。ポチッと人参ボタンを押すで覚えますか？ポーで北海道、チーで千葉、とで徳島ですね。次は玉ねぎ。北海道、佐賀、兵庫の順です。ここも去年と同じですね。玉ねぎ、ほさんとひよこさんで覚えますか？ほうで北海道、さーで佐賀、ひよこで兵庫でいかがですかね。次は白菜。白菜の順位も入れ替わりました。去年は長野、茨城でしたが、今年は茨城、長野の順ですね。長野は八ヶ岳の高原野菜が有名ですよね。抑制栽培ですね。最近では松本市の東の上高地でも白菜に力を入れていると聞いたことがありますね。次はスイカです。熊本、千葉、山形の順ですね。スイカも去年と変動はありません。くちばし型のスイカさんで覚えますか？空は熊本、地は千葉、で型で山形でいかがでしょうか。次にほうれん草。ほうれん草も去年と同じです。埼玉、群馬、千葉の順ですね。大都市周辺が多いですよね。刃物は新鮮なものが美味しいので、大都市周辺で栽培して新鮮な状態で消費地に送られるんですね。これをね、近郊農業と言いますね。次にキャベツです。愛知、群馬、千葉の順ですね。2019年が群馬、愛知、千葉の順ですから、1位と2位がね、入れ替わりましたね。愛知県では豊橋市の農業規模が大型化しているのと、近郊農業は盛んなんでしょうね。群馬県は浅間山山麓の嬬恋村で抑制栽培です。ですから生産できる季節がね、違うんですね。夏や秋のキャベツは涼しくないと出荷できないことを考えると、この季節だけで言えばね、群馬県がダントツなんですよね。次にね、レタスです。長野、茨城、群馬の順です。レタスも順位に変動ありません。先ほどの臭いキャベツ、それからこのレタスですね。この3つの刃物で高原野菜と言います。この辺のランキングは高地、高いところですね、周辺か大都市近くの生産が多くなってますよね。次ですが、スイートコーンです。スイートコーンはあまり入試で出題されるのを見ないですので、優先順位的にはね、後回しで OK ですね。北海道、茨城、千葉の順ですね。次にカボチャです。北海道、鹿児島の順ですね。基本カボチャもどこでも作ることができるらしいのですけども、北海道で 49.5% のシェアですね。土地が広く使える方がやはり有利なんでしょうね。次にメロンですね。メロンとか先ほどのスイカとか後で出てくるイチゴはね、分類的には野菜なんですね。基本ね、社会的な分類としてはですが、木にぶら下がっているものを果物と言います。果樹栽培って果樹の樹が木を表してますもんね。で、そのメロンは茨城、熊本、北海道の順ですね。去年の順位と変動もね、ありませんね。で、次はピーマンです。ここも順位の変動はないですね。茨城、宮崎、高知の順です。茨田、ザキヤマ、知ってるかで覚えましょう。茨田の茨で茨城、ザキヤマで宮崎、知ってるかって漢字書くと知るですよね。高知の地を連想してくださいね。一応記憶術って視界もね、視野も補助するので、絵を載せておきますね。宮崎県や高知県は冬でも暖かい気候を利用して野菜の早作り、促成栽培をしてますね。次にトマト。熊本、北海道、愛知の順で
変動もありませんね。熊本県では最近トマトの出荷に JR の鉄道を、ね、利用してます。コンテナを使用するらしいですね。新鮮でなければならないトマトなんで温度管理もできるのでしょうね。こういったね、生鮮食品を低温で途切れることなく輸送する仕組みをコールドチェーンと言います。またコンテナなどを駆使して船や鉄道を利用して環境負荷ですね、環境負荷を低減させる輸送への転換、これをモーダルシフトと言います。この2つの言葉は近年ちょくちょくね目にする社会科用語、よく入試に出てきますのでこの辺もね押さえておいてくださいね。次にネギです。順位は昨年と同じです。千葉、埼玉、茨城の順ですね。小さいネギは美味しいねって覚えましょう。ちで千葉、さいで埼玉、いで茨城ですね。次はごぼうです。青森、茨城、北海道の順です。昨年と順位の変動はないですね。次に山芋です。僕の記憶では入試で掲載されたことはなかったと思うんですけども、まあ僕のね勉強不足だったらすいませんね。まあそれくらい出題率は少なくとも少ないと考えてくださいね。順位は北海道、青森の順です。この2つの県で 77% を占めています。次はイチゴです。イチゴはね逆に入試でよく見かけますよ。栃木、福岡、熊本の順ですね。昨年と順位の変更はなしです。いちご、ちぎって、福、真っ赤で覚えましょうか。ちぎってのちぎで栃木ですね。福で福岡。ただ福はね他にも福がつく県はあるので注意してくださいね。福真っ赤の熊の部分ですね。空が福と被っていますが熊本で押さえてください。次にブロッコリーです。北海道、埼玉、愛知の順です。昨年2019年のデータですが北海道、愛知、香川でした。埼玉が急上昇してるみたいですね。最後にこれはね日本国勢図へのデータのパッケージではないんですけど那須がね受験では必須なんですよね。でここはね日本の姿という同じ会社が出している書籍なんですけどもその日本の姿に2020年のデータがありますので紹介しますね。那須の順位は高知、熊本、群馬の順です。高知県は野菜の早作り促成栽培でナスを生産していますね。以前高知に行った時に焼きナスアイスっていうねものが売ってましたね。僕はねなんかちょっと見てて怖くてよう食べなかったんですけどまだねあの商品あるんですかね。はい、それでは今日はここまでです。今日はたくさんの品目がありましたが大丈夫でしょうか。野菜は国内生産の割合が高い方なので結構どの生産量もまんべんなく出題されてる気がします。ここは気合の入れどころじゃないでしょうかね。それでは皆様お疲れ様です。さようなら、バイバーイ、またねー。